お疲れ様です。ひろはるです。今日はですね、僕のトラックの紹介をしていきたいと思います。内装はね、TikTok 見られてる方は知ってるとは思うんですけどね、17スーパーグレートですね。で内装はちょっと汚いんですけど、これね、ナッカさん本舗ファミリーのステッカーですはい。でこれが、キム兄さんの、奥様が作った、大倉路地のぬいぐるみですね。はい。でこれですね、キム兄さんの奥さんに、作ってもらった、僕のトラックキャリアカーですね。すごい綺麗に、すごい綺麗に作ってもらってます。ちょっとピンボケすんな、大丈夫かな、ね、うまいこと綺麗にできてます。はい。でここに裏返しになってる、これここかな、ナッカさんのキーホルダーですね。これ50周年後のキーホルダーですね。で ナッカさんに、作家さんの T シャツですね。これは書いてもらったやつですね。メルカリで売ってたやつです。で、これが今、お会いされたって言ったらいいかな。お会いしてないんですけど、ステッカーを送ってもらったり、会った人の、ステッカーです。で、ここにも、これが坊ちゃん T シャツ。今んとこ2枚購入してます。で、ナッカさんの落書きが書いてあるやつですね。さっきのやつもそうですけどね。はい、こんな感じで内装はこんな、プロなんで内装がこの色なんですけどね。んで、あ、これですね。メルカリで買った時にステッカーの分でね、ナッカさんに落書きしてもらっとるやつですね。送ってもらったやつです。ここに飾ってます。はい。で、坊ちゃんはいつもここに座ってます。坊ちゃんはここに座ってます。んで一回外出ましょうかね。よいしょよいしょ。で外から見ると、はい、小袋のぬいぐるみと僕が作ったプレートですね。で、ワンマンアンド2つ、本舗ファミリーさんと、小袋ファミリーですね。このアンドン、本舗ファミリーのアンドン作るときに、一応ナッカさんに、DM 送らせてもらって、作らせてもらいました。で、トラックは、そうですね、いじってるっつったら、動画見てもらったらわかるんですけど、アイラインですね。ジェットさんの、
アイラインですね。で、ちょっと分かりにくいですけど、ジェットさんのイエローホグ、これもね動画に上げてます。はい。で、ジェットさんの、コーナーランプですね、ウインカーですね、これスモークですね、これをつけてます。で、ハブキャップって言ってもこっちだけなんでね、ちょっとホイールが汚いんで磨かねえ件数、全然反射してないですね。で、ナットキャップをつけて、こんな感じですね。で、エアロがこんな感じですね。で、燃料で、タグブルですね。最近ハマってるんですね、これ。あやたかカフェ抹茶ラテですね。最近これハマってまーす。で、ここもブルーに光るようにしてまーす。後ろはもうナットキャップだけですね。あとは台車、これがもともと LED ですね。んで、マーカーが、これが、アイスブルーですね。ジェットさんのゼロですね。ゼロマーカーのアイスブルーですね。これを、下が4つ。4つ。で、上が3つですね。1,2,3 か。で、一番ケツが赤で、後ろの3連が赤ですね。これはもう昔から普通の玉タイプ、交換タイプのやつの LED を入れてます。車検の時にね、そのままちゃちゃっと外せれるようにしてます。本当はね、横もしたかったんですけどね、アイスブルーがなかったんで、土台ごと交換タイプに、変えてます。どうすかね、何をやってるかっつったら、このグリルの中を、ダウンライトで照らしてるのと、中さんがこの下にここね、ここにマーカーを隠してます。はい。本当は LED テープとかにしたかったんですけど、僕はマーカーをそのまま、これもアイスブルーですね。アイスブルーをここにセットして、ステーをかまして、で、配線は、ここの配線は、ナッカさんが、ここにブルーのラインが入ってると思うんですけど、こことここですね。ですね。ここの大元の、こっちもそうなんですけど、この大元の配線が、このヘッドライトの裏に配線が来てます。で、ここから電源を、分配して、電源を取ってます。この上にも、見にくいかな、見にくいかな、これですね、見にくいかな、ちょっと見にくいかな、ここにカプラーがおるんですけどね、これがこのここの LED の大元のカプラーになるんで、ここに電源を入れるときはここのカプラーにコネクターでカポンと挿して電源は多分純正で取れるようになってます。まあ、そこから分配して電源取ることもできますね。
はい、でこれがキャリアカーの全体ですね。今日は何も積んでません。はい、今日は、何も積んでません。今日からで帰ってきたんで何もないです。はい、んで今日は、水曜日なんでほとんど車はいませんね。はい、ほとんどいません。でマーカーも自分でいろいろと変えてますね。ボタンが、ボタン操作で、エアサスの電源、上下コントロールで、タイヤの出し入れと、出し入れとロック解除ボタンとロックボタンですね。でこれがジャッキのスイッチです。でこれが、3番フロアと2番フロアの上げ下げですね。はい、こんな感じでね。ここもアイスブルーに変えてまーす。よいしょ。よいしょ。感じで、これが僕のトラックですね。はい、それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。またね、他のトラックとか単車とか紹介できれば紹介していきたいと思いますので、よかったら、ね、ご視聴の方よろしくお願いいたします。それでは終わりたいと思います。ポチッとな。ポチッとな。